パリで一人暮らしをする貧しい留学生テヨンは偶然住み込みの家政婦として働き始め、そこで二人の男性と出会う。パクシニャン、イドンゴン豪華共演。パリを舞台に身分違いの恋を描いた究極のロマンティックシンデレラストーリー、パリの恋人、9月14日スタート。